じゃ、先にいい？え？事務的なのはここで終わらせちゃった方がお互い楽でしょ。あ、はい、どうも。じゃあ行こっか、カズヤくん。千鶴姫、また来いよ。で、握ってもいいかな。え、あ、おう。マニュアル、マニュアル。お、カズヤ。こんなところで何してんの。あ、そうか、なごみさんの病院この近くか。てかお前、その子。やばい、一ノ瀬だと気づかれん。すみません、こいつバカで世間知らずなんで、宗教とかはちょっと。金ないし、壺とか売りつけたければよそで。ちょ、お前ら違うっつの。大丈夫だ、もう安心しろ、俺たちがいる。公正の道は自分を被害者だと認めるところからだ。カウンセリングっつら違うっつってんだ。うそだぜこら。じゃなきゃおめえがあんな S 級美少女と手つないで歩いてる説明がつかねえだろうか。家で少女か、生き別れた妹か。やめろ。お、俺も彼女に失礼だろ。彼女？あ、水原と言います。いつも和也さんがお世話になっています。彼女？彼女ってあれか、デートしたりパンケーキ食ったり SNS に二人のセルフィー上げてお互いにいいねしちゃってるあれか。他にあるか？やりすぎ。なんだこれ、超気持ちいい。隣には史上最下のメス。疾風怒涛、ごぼう抜き、一気呵成。ちょっと来い。やったのか、ね、セックスしたのかって聞いてんだよ。やってはねえけど。えらい！お前あんなので童貞捨てちまったら一生忘れらんなくて人生のセックスライフ棒に振るぞ。他の女じゃ満足できねえぞ。こいつら失礼しました。彼女さん、俺キベユーデやんす。俺クリバヤシッセ。おデート中お忙しいとは思いますが、ぜひお二人をこの後飲み会にご招待したいと思うのでやんすが。飲み今から？笹の先輩から急に呼ばれてさ。来るだろうカズヤ。男としてこんなチャンスねえもんな。当然、ちょうど飯食おうって話してたところさ。よーし決まり。ささ彼女さんも。二人はエレベーターで行ってください。うちら階段で行きやすから。